はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、ライブ配信始めていこうと思います。国際プロレス編ということで、1981年2月か3月、スーパーファイトシリーズになります。今回が7回目ですね。ということで、今回、ごぼうし体育館大会をもって大山活三が、引退、まあ、2回目の引退ですね。1回引退してるんで戻ってきて、鶴見五郎と独立グレン隊っていうのを結成したんですが、それもまあこの試合までということで、まあ、キャラの支配が多くなってきたらしくて、でもう生活できないっていう感じなんでしょうね。辞めることになってしまいました。まあその後も、鶴見さんのところとかで1990年代にスポットで復活などはしているんですが、もう、まあ、国際としての大山活動はこれが最後ってことになりますね。果たしてどういう風な戦いになるんでしょうか。あと2回ぐらいかな。そしてきっとこのシリーズもあと5日です。5日ですが、まあ、2日で、これを2回細分で、終わらせようっていう感じですね。どちらかが3日開催ってことか、3大会開催になるってことか。はい、ということで、いつも通り、ツイッチでお届けしております。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ&チャットコメントプリーズ。アーカイブ YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録、動画の高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube Channel Two Days After Premiere Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。3月19日和歌山県ごぼうし体育館大会となります。まずはタックマッチからですね。寺西勇マッハ隼人組対鶴見五郎、エルコバルデ組との宅待ちということですが、では行ってみましょう。試合開始。
まあ鶴見と寺石のからの先発です。足の攻撃、おっと空中です。はい、さあマストマン同士の対決、エルコバルデですね。エルコバルデとマハハヤト。さあマハからテアイシータッチ。テアイシも空中技が得意です。さあチンロックボディスラム、レッグロックで締め上げます。おっとします。まだ、まあ、タクマッチちょっとこのゲーム時間がかかるんで、ボディスラム、またレッグロック。さあ投げてドープキック、死んだ。出して返す、かみつき攻撃だ。えぐいパンチ、で同時めスリーパーパンチ、もう打ち合い。足踏みホールカウントワン。します。そしてダブルのブレーンバスター、パンチ。おっと鎌固め、手足を痛めつける。次おっと今度はマッハが同時面スリーパー、コバルデに対して。さあコバルデ、おっとフロントスープレックス、これはコバルデ鮮やか引き投げで返します。手内手内石からマハイタッチ。おっとどうしたんだ、結構クリティカル出ますね。丸め込み系クリティカルって決まらないのかな。まあロープレイクになっちゃいましたからね。どういうのじゃないんだ。あとマッハの逆肩エビ固めが決まりましたね。マハハヤトの勝利です。10分もかからずに終わったな、タクマチなのに。さあ、いよいよ大井山ラストマッチということになります。この試合は入場シーンからやりましょう。なんで、ボイエッティの方を前、山活動後ということで、スペースアリーナへ。レフェリーはルーテーズ。
では、行きましょう。マイク・ボイエティ対大井山活三。大井山活三引退の引退試合です。さあ、まずマイク・ボイエティの入場です。ヒッピー、マイク・ボイエティ。手を挙げます。そして、コモシアサイドへ静かにフェードアウトしていきました。大井山活三ルーテーズ杯予選 A ブロックの試合となります。特別に入場シーンありで、入場シーンありでスタートです。さあスタート。さあグランドはヘッドロック。最後の力を振り絞る大井山。ボイエティブレーンバスター。大井山必死に受ける。さあハーフボストンだ。2、1、ラフにはラフよ。ヘッドバットラフ気味の試合になっております。おっとブルーキングヒットロック、カバーに入る。さあカウント0です。さあハーフボストン首投げエルボーです。そしてヒットロック。パンチを打つ。バスターバックエルボー、そしてジャンピングパイルドライバーです。バックドロップ強烈。そして逆さ抑え込みだ。さあどうだ。カウント2、2.9、 惜しい。崩した。そしてバックドロップ、もうまたも鮮やかな大技。パンチだ。ボイエティラフで、さあ思わずブーイングか。さあこれコーナーポストに打ちつけて、だが大井山やってダイビングに。それからブレーンバスターです。さあロープに振ってキッチンシンク。打つ。さあ優秀の美を飾れるか大井山活三。サイドバスターん、今度はバックドロップ。
サイドバスター、してブレーンバスター。さあこれ空中技を出すの大山飛んだ。トペですねこれ。さあ持ってくる。試合時間11分を経過。ヒットバットの連打だ大山。カバーに入る。さあどうだ。スリーカウント。有終の美を飾りました大山。引退の花道となります。まあ、シーツではボイエティ勝ってるんですが、このゲーム内では大山有終の美を飾ることができました。続き連打、大山らしい体が、体で勝負するレスラーっていう感じですね。いやお疲れ様でしたっていう感じです。マイティ井上とエローです。これ20分だな。では、行ってみましょう。マイティ井上対エローです。ルーテイズ杯予選 A ブロックです。こちらシーツでは両者リングアウトの後延長がありまして、ここで、井上が勝っております。完全決着ルールです。ルーテイズ杯の予選もっと足をしごく。先頭音。先頭音。そしてブレーンバスター。あっと、また当たってしまったルーテイズ。ボディアタック。先頭。お、丸め込むが、これはすぐ返します。ワン。お、変形の関節技、これが怖いです。エローですわ。
2.9。セントーン。どうだ ?2.9 なんとか返した。おお、エロデスペースですね、完全にボディースラム。おっと、ヒットロック。まもなく10分経過です。さあ、おっと、スピングトーホールド持ってきました。うん、おっと、スリーカウント入ってしまった。戦闘ですね。井上勝率悪いですね、このゲーム内では。さあ、次がですね、公式戦ではないですが、アニマル、この最終の試合ですね。今回はアニマル浜口とルーク・グラハムです。ちょっとレフェリーを変えます。では行きましょう。アニマル浜口対ルーク・グラハムのシングルマッチです。
ットバット。グラハムロープに投げてショルダースルー。ん、何やってんだ、ポーズか。さあこれをフェースロックか。パンチを打つ。ルーク・グラハムバックを取る。ヘッドバット、バックリップ。そしてジャンピングパイルドライバー、カバーに入る。 2.9。 さあ、しばらくはタックル。しばらくはですね、ファイプロー鈴鹿も深夜の、深夜もファイプロのリーグ戦だし明日は時間があればファイプロ新しい選手作ろうと思いますので、ぜひ、ご注目ください。ぜひスイッチのアカウントフォローとか YouTube のチャンネル登録もぜひお願いします。本当ブロキングヘッドロック、選手はですね、ちょっと柔道ベースの選手を作ろうかと思いますね。柔道服を着る選手を、で柔道技一本で攻めるような選手を、ビルドしてみたいと思います。ヘッドバット、12分経過。両者ともタフ。どのようなエンドになるのでしょうか。アニマル浜口は21日、埼玉県越谷市体感大会でエルコバルデと予選 B ブロックを行います。これ勝って決勝進出を決めたいところ。本戦進出か。あと後ろを取ってバックヘッドバット外に出ます。椅子を使ってきましたね。バックドロップ、これは危険だ。おっと、しかし戻ったのは危ない危ない。浜口19でなんとか戻ってきました。バックリップカバーに入るが、これはロープブレイク。カウントフォーム。さあ振ってドープキックだが、ブロックしてますね、これ。グラハムは。さあ、結構浜口も疲れが多い。浜口バックリップ。カバーに入るが、ロープブレイク。さあ、どうするんだ、グラハム。グラハムも相当ちょっと気
厳しい状況か。おっと急所攻撃えぐい。あ、しかもフォークを飛び出してるぞ。これはいけません。浜口の額から出血。浜口ボディスラム、そしてエルボーを打つ。気合だということでエルボーを打ちます。グリップブルドッキングヘッドロック。そうそう、カバーに行った方がいいんじゃないか。画面かきむしり。ちょっとグラハマン引き返したか。浜口心配です。ヘッドバット、まもなく20分経過。またもフォークだ。そこ行きで浜口の体力を削っていきます。おっと浜口鉄柵へ打ちつける。おっとピッチ攻撃。さあ椅子を取り出すグラハムだが椅子を使えない。おっとジャンピングパイルドライバー決まりましたが、さあカバーに行くか。エルボーです。カバーには行けない。ストッピングバックリップ決まりました。さあこれはどうなる。ちょっと待った。ジャンピングパイルドライバー決まった。カバー行かないよな。でまたもチョークで超攻撃、そしてジャンピングパイルドライバー、カバーに入る。さあこれ浜口返せるか。返せません。浜口グラハムの前に敗れました。21-1のルーテイズ杯に予選に向けて暗雲が立ち込めたと言っていいでしょう。ジャッピングパイルドライバーで23分の大激戦でしたが浜口敗れました。21-1越谷市体育館、ルーテイズ杯予選 B ブロックはが2試合行われます。まずはアニマル浜口がエルコバルデと、行います。マスクマンエルコバルデ、果たしてどのような結果になるんでしょうか。20分1本勝負いきましょう。アニマル浜口対エルコバルデの公式戦です。
カバーに入る。新ロック。ブレーンバスターに振るが持ってきません。おっと乱入だ。これは浜口面倒な相手を2対1、はい、面倒な相手と戦わねばなりません。おっとリバースニックリカドープか。おっとこれはコブラだがカットされてしまう。投げて ボディスラムに投げるとこをボストンクラブ帰って乱入者帰っていきます。ヒットバット連打活路を見出す。フトバット連打のレスラー作ってもいいかもな。フードキングヘッドロック。タモヘッドバット。バーシズーキみたいな感じか。エルボーです。おっとダイビングボディープレスは不発だが急所攻撃。背中を打ちつける。さあそしてジャーピングネックリカドープ決まりました。浜口さあヘッドバットで追い立てます。バックドロップ反撃。困るでもおっとすかさ抑え込み。カウント2ボディスラム場外へ。レフェリールーテンズ持ってきます。でこのポストからダイビングに。バックエルボーです。ドブキックは不発。首投げ返す。コマルでも動きが速い。そしてジャンピングパイルドライバー。20分ですかね。カバーに入る。さ
ました。浜口返せるか ?2.9。なんとかここは返した。お、これ空中で行きますね。わーっと、トペですね。おじさん。さあ、よしつけるコーナーポストに。おっと、これは逆さずりして蹴りです。くるバットバット、あ、エルボーで打ちつける、カバーに入る、スリーカウント。浜口、エルコバルデを破りました。続いてはレイキャンディーとルークグラハム、外国人同士の戦いです。では行きましょう。ルーテンズ杯予選 B ブロック、外人同士の戦い、レイキャンディー対ルーク・グラハムの試合です。まず力比べから、チンロックです。ブロックをするレイキャンディー、外国人エースとしてここは負けられないところです。レイキャンディーは25日の宮城県泉市大会で IWA、世界ヘビー級選手権王者ラッシュ秋村に挑戦いたします。それだけ弾みをつけたいところです。おっと、このラフ殺法が怖いです。浜口を血の海にしたルーク・グラハム、あとバックエル、お、持ち上げて投げます。そしてチンロック、持ち上げます、リフトアップ、パンチ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 、ドマット、そしてチンロックへ、バックリープ、お椅子を取り出したルーク・グラハム、だが椅子はすぐ、下に落ちました。またも場外線へ、おー、傑作。だから、そんなにダメージはないようだ。また椅子だ。
あがトリハウスタイル、ベアハック、ベアキャンディパプリック、ボディスラム、フリップバックドロップ、ラリアットだ、パンチ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 、ビースラム、またも首を絞める、超攻撃、反則の5カウントは反則をギリワイン有効に活用する 2.9、 カバーに行くが、これはロープブレイク、さあこれはジャンピングパイルドライバー決まりました。ニック・アンハムカバーに行く、さあ返せるかキャンディ 2.9 返した、逆にカバーに行く、またルーク・グラハム 2.9、 ここもルーキャンディ返す、お、またもカバーだ、3カウント、今度は返せませんでした、リーキャンディ3度目の正直はならず、ルーク・グラハムがレイ・キャンディを破りました。シーツとは反対の結果ですね。パンチ片指固め、シンプルですね。さあこれでルーテーズ杯は終了。45分一本勝負ですね、ダッシュ秋村マッハ隼人、ボイエッティとエローです。どこだ、いたいたいた、エローデスですね。では行きましょう、ラッシャー木村マッハハヤト組対マイク・ボイエッティエローデスのタッグマッチです。先発は木村と、これはボイエッティですね。
さあ、タッグマッチもまもなく10分を、経過しようとしてますが、カバーに行く。ちゃんと おっと決まってしまった。マッハ・ハヤトがこれはエローですをスリーパーホールドで破りましたね。さあこれで、次が1981年3月23日これは、千枚屋っていうんでしょうかね、千に、厩舎の競馬でいう厩舎の厩岩手県ですね。釜石線の、釜石線沿いの駅です。釜石線だったっけ、釜石線じゃなくてあれだ、大船渡線沿いだな。まあ、今度はこのマッハ・ハヤトとエローですがシングルマッチでぶつかうということになります。20分でいいよな。マッハ・ハヤト対エローですのシングルマッチです。シーツではマッハがリングアウト勝ちしております。
大阪さん、抑え込み。パンチを打つ。マスターです。ぜひ、スイッチですね、チャットとかアカウントフォロー、お願いいたします。どうです、フードキングヘッドロック。おっと、これはアームロック。あ、戦闘場外へエローです。ドープキック、あ、アームロックへ。変形関節技だ。これは足がロープに出ていた。バックドープ。逆さ抑え込みだが、ロープブレイクです。ブロケンヘッドロック。エローです。カバーに入るが、これもロープブレイク。ボディスラム。カバーに入ります。カウント2。エローです。バックドロップ。攻撃。おっと、チョップですかね。おっと、同時目スリーパー。さあ、エローです。耐えられるか。丸め込んだ。ハート2。もう一回丸め込み。 2.9 エローです。なんとか返す。おっと、これは変関節技だ。エローです。危うし。なんとか返します。場外へ。これは飛ぶぞ。プランチ、トペですね。丸め込む。アンチャーかな。そしてダイビングボディアタック、決まりました。3カウント。マッハハヤトがエローデスを破りました。
さあ続いては寺西勇とレイキャンディのシングルマッチ。シーツではやはり貫禄勝ちしておりますレイキャンディですが、このゲームの寺西は侮れないぞ。30分ですね。では行きましょう。寺西勇対レイキャンディのシングルマッチです。ヘッドロック新ロック、カバーに入るボディースラム、ソンクラウン、そしてショルダータックル、チンロックですね、ボディースラム、パンチ、タックル、バックリップ、カバーに入ります、カウント2、バックドロップ、カバーに入る、2.9、 ネックブリカードロップ、そして膝十字、バックドロップ、エルボーです、ボディアタック、グードキングヒットロック、ラリアット、お、持ち上げて投げます、バック、おっと、おっと、あれですね、ワンハンドバックリーカーですね、そしてドロップキック、ボディスラムに投げます、カバーに行く、カウント2、ボディースラム、お、前に落とします、そしてドロップキック、おっと、これは二固めだ、変形の丸め込んだ、カウント2、
タックル、エルボーです。 2.9 粘ります。寺西、おお、これは場外へ叩き出された。おお、ジャーマン場外で、これは危険だ。ブレンバスター、ヘッドバット、バックドロップ、バット、ジャーマン決まったがロープレイク。そしてまたワンハンドバックブリーカーです。そしてキャメルクラッチ、どうだ、かなり苦しいレイキャンディ。おっと、タックル、体でぶつかってきます。体格では上回りますからね。ストマックブロー、ラリアットカバーに入る。おっと、これは3カウント入ってしまった。最後はレイキャンディがなんとかラリアット体格差で押し切りました。レイキャンディーが手ないし、サモを破っております。さあ、続いてはこの試合1試合だけですが、ルーテーズ杯を行います。ラッシャー木村がエルコバルデと戦います。シーツでは、木村が勝っておりますが、行ってみましょう。ラッシャー木村対エルコバ、コバルデ、ルーテーズ杯予選 B ブロックです。カバーに入る。2.9、早くもコバルデを追い詰める。
木村ブレーンバスターコバルで打ち上げます。木村を またブレーンバスターです。それがスルーカバーに入る。おっと乱入弾パート2パーク乱入者ね。こんなの乱入者か。相手にしなきゃいけません。ベルコバルでサイドバスター帰っていきますが、もう一回サイドバスターダブル蓄積させていく。ショーカーラリアットボディスラム木村場外へ行くコバルでだがそこを木村バックドロップ強烈場外串出しです。さあグランドヘッドロック。フロントスープレックバスターヒットバット。おっとこれはダイビングボディープレイス 2.9サイドバスターです。ダイビングにカバーに入る 2.9 返す。いくか飛びませんね。ボディスラムブルドキングヘッドロック。バックドロップドンプキックです。ダイビングには不発一進一退。今度は木村がバックドロップ。もう一回バックドロップ抱え込み式3連発後頭部突き刺す。お、これはフォアハンドアロー弓矢固めですね。木村なんとか耐える。またをバックドロップ。今度は1点まるでは構成ダイビングボディープレス決まった。スリーカウント入ってしまった。なんと木村敗れてしまう。これは番狂わせだ。 16-21 秒激戦の末コバルデが木村を破りました。
ょっと、お待ち、1、2分ほど待ちください。はい、お待たせいたしました。では本日、最後の試合ですね、こちらタッグマッチとなります。アニマル浜口、マイティの上、ルーク・グラハム、そしてレッドデビルことベル・ホワイトとなります。レッドデビルはマスクマンでしたが、マスクはなしです。45分一本勝負でいきましょう。こちら最後の試合、
本日最後の試合です。アニマル浜口マイティ井上対ルーク・グラハムビル・ホワイトのタッグマッチです。ロープブレイク、ヘッドマット、パンチを打つ、パチンクラッシャー、そしてヘッドバット連打、打つ、カート2バックドロップ、おっと決まりましたね、サマーソルトドロップ、バックダブルをブレインバスターですね。さあ浜口も救出に行こうとする、椅子攻撃だグラハム。さあ場外でも入り乱れている、んこれは18に戻ってきましたグラハム。おっと今度はまたグラハムが外へ、レッドデビル攻撃を加える。さあ浜口、レッドデビル付き合うと危険だぞ、戻って冷静です、戻ってきましたね。キングハンギングツリーをかけてましたねグラハム、バックフリップ、さあ場外戦、おっと出しますね、4人とも場外へ、おっとスタッフブロー返っていきます、おっとこれはなんとか戻ります、
ダークドロップじゃない、ブレインバスターか。またも場外戦が続きますね、ここのとこ。あとちょっと隙を突かれた。見てコツ割りの被害を受けます。あとバックドロップ。さあ今度は浜口とリッドデビルが試合の権利を持ちます。さあ回復とパンチを打つ。そしてジャンピングパイルドライバー、ほんと避ける、パンチを打つ。ネックブリカドエルボーです。バック、いや、振って今度は井上の勝ち。ヒットマット、投げ込むが、バックドロップ、おーっとミサイルキックです。そしてスパークブロー、浜口タッチ、またもグラハム超攻撃、タックル、バックリープ。セーブ、バックドロップ、ストープキック、おスープレックス、そして最強スチョークカバーに行く 2.9。 サックブロー、バックブロー、お、
ブレーンバスター、ブレーンバスター、バット、さあ気がつけばもう25分経過してます。あージャンピングネックブリカドープ、おっとフォーク攻撃、山口を額から出血。さあ井上たち、さあもう27分を経過、長い試合となっております。ボディスラム場外へ、どうする、ナップなんちゃ飛んだ。さあ不発、椅子で攻め立てられる井上、したいと思ってきました。なんか椅子だが木の破片もありますね。おっと大丈夫か井上、ドープキックここですね。スパークブローパンチ、レッドデビルにタッチ、ネックブリカードロップ、バックリープ、ステーキチシンク、出血がおびただしい玉口、バックリープカバーに入る、あカットに 入られましたね。レッドデビルに、さあレッドデビルにタッチしております。さあ自陣コーナーに押しつけるパンチ攻撃、浜口を痛めつける、サイドエルボーとパンチの中間みたいな感じですね。さあそしてルーク・グラハムへ、逆に浜口は井上タッチです。エルボーがこれを強烈に決まった、グラハム、あおっとフロントキック、そしてサマーソルトドロップ。さあ30分をもう過ぎております。ヘッドバット45分ですかねこの試合。パンチ逆水平、ロープに振るが、レッドデビル援護射撃、さあ井上託す、どうする、ナキチンシンク、浜口タッチ、そしてロープに振ってネックブリカロープ、大技決まったがレッドデビルに近すぎる。リスターン、場外へ、ここは冷静に戻ってきます。そしてまたもダイビングネックリカドープ、鮮やか、タックル、
何やっとん。バックドロップ。ああもう45分だ。さあカバーに入るが、これはロープブレーク。ヒットバット、パンチを打つ、ボディスラム、おっと丸め込んだ。さあどうだ、スリーカウント。井上鮮やかな勝利です。ルーク・クラハムを丸め込みました。40分の超長丁場になりましたね。飛びつき回転飛び方ね。ということで、こちらの試合はここで終わりです。蹴りすぎてるよね。お、蹴り、逆に投げて、キチシンク。エルボー、ロクレイク、スリーパーカー、どうすんだ、ラリアットを食らった。おっと宇宙同時目落としか。でですが、これはロープブレイク。落ちる。足を攻撃。おっと、フォー攻撃だ。流血。さあ、足を攻撃していく。サイドクラッチ。ちょっと早いんじゃないかな。さあ、場外へ。おっと。木の破片を持ち出したが、逆に返り討ちに遭ってしまって、また高攻撃だ。腕を取る。
京子駅。さあ場外へ。バーク。いや、アトミックドープ、なんかもう強引に振り投げましたね。イスコ駅。おっと、逆に数落とし持ってきます。杖落ちる。おっと、関節攻撃カバーに入る。あら、スリーカウント。もう体力残ってなかったんだな。というわけで、またこのオープンリーグをやっていく予定です。あと3試合とか4試合ですね、残ってる試合の数が。なので、次回、今夜やって次回おそらく決着がつくというような感じになるんじゃないでしょうか。たいよな。はい、ということで、国際プロレス1981年2月3月、スーパーハイトシリーズ残るはあと1回ですね。3月24日宮城県泉市大会と3月25日岩手県陸前高田市大会ですね。こちらで終了となります。はい、見ていただいてありがとうございました。今回の配信、ツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォロー、お願いいたします。ツイッチプリーズアカウントフォロープリーズ。この配信のアーカイブは YouTube でアップロード予定です。YouTube チャンネル登録、動画の高評価、お願いいたします。アーカイブは2日後、26日21時頃にプレミア公開予定です。ぜひYouTube でもご覧ください。This Live Archive My YouTube Channel Premiere Live Two Days After My YouTube Channel Channel Subscribe and Good Button Please。 また旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Twitter X My Account Please Follow and Repost and Good Button Please。ファイアープロレスリングワールドライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。